じゃあ気合い入れるか気合い入れるほどかな大丈夫？うわ、気合ってどうやって入れんだ気合の入れ方知らない俺も知らんよ、全然そんな。はっってやっぱパッションじゃない、やっぱりパッション。気合ってどうやって入れるんだろうね。まあ、やっぱ 1,2,3 だじゃないの1,2,3 1,2,3 だでしょ。ということで、さらっと始めたね。今回は脱出マップです。はい、初めてだね。はい、なんかちょっと怖いホラーマップなので、ちょい怖なのらしいので。うん、ほんと？どのぐらいの怖いの？と14歳児がおもらしするレベルおもらしするレベル14歳児でおもらしするのは多分僕ちびるぐらいだな、そしたら。うんうん、ギリね、そのぐらいだね。ギリちびるかなぐらいだね。うん、配信前で、ね、配信前6歳児って言ってたからねちょっと増えたねでこれが、はい、あ、そう、この中ね、脱出マップの名前がトガ、これトガっていうらしいんですよ。トガ、トガ、日本語、悪夢からの脱出、うん、の漢字がある。読める、これ。トガ、それはあなたの過ち、決して許されることのない罪、罰せられるべき行為だって。あー、トガ、なるほどね。あ、トガメルのトガ。そうだね。最近なんか過ちを犯しました過ち、いや、ノー過ちかな今のところ。ノー過ち、うん、健全だもん。あ、そう。え、もしかしてあるトガ。なんあるわけないだろノートガだよね、それね。うん、よかったよかった。謎解きノーマル、アセジックイージー。あ、ホラー要素イージー。ほら、ホラー要素イージーです。まあイージーならもうそんな可愛いもんよ明るさ最大、明るさ最大ね、最大ね。パーティー、はいはい、あ、これは設定ですね。はいはいはい。暗すぎる場所にアイテムありません。マルチの場合はまとまってゆっくり進行してください。おお、優しいね。最後にホラー要素は優しめです。難易度も初心者向けなので最後までどうぞお楽しみください。よかったよかった、楽しめそうだ。はい、はい、多分これを多分踏めばいくと思う。踏んだらスタート。うん、ほっ遊ばないで遊ばないでね行くよ、はい、くそ、こいつ絶対トガだよ。それトガだよ。あ、これトガ。あ、うん、あ、これ俺ないよ。生まれて初めてのトガかもしれない。嘘、こけや。 100トガだろお前。あ、もう行けよ、おら、はい、踏むからね、はい、せーの。あ、くそ。お、お、行ったか。雨、暗いよ。お、耳鳴りがひどい。ここはどこだろうか。あ、え、無音なんだけど。あ、なんか見える。あ、ハイウェイだ、道路。シャバシャバしてるよ。え、あの、ごめんごめんごめん、あの、少し怖いんだよね。イージーだよねイージーイージー、一応そうだよね、大丈夫だよね、うん、イージーイージーイージー、大丈夫。イージーかっこハードではないよね。うんじゃあいいか、行こうか。俺先頭ですか、ちょっと先頭行って。いやいやいや、それはもう弟が先陣を切るのが決まりだろ。な、兄が一番最初に行くんだろ普通はマジかよ。普通そうだよ。え、どうして僕を殺したの。覚えがないです。僕は悪夢からの脱出。え、なんで僕やった、もしかして。あなたやった。もうやったかな、記憶にないんだけど記憶にない槍は多分多いよね。あ、どこだここ。早く家に帰らないと。これはどっち、自分か。これ自分じゃない、ここに閉じ込められたみたいな感じなんじゃないか。ぽいね。え、とりあえず出ればいいんでしょ、普通にこの部屋から。うん、病棟出入り口の鍵穴、ここに鍵穴ありますよ。あ、病棟ってことは病院ここ。あ、病院なのここ。ホスピタル。あ、病院のあれだ、入り口か。その受付じゃない、はいはいはい、受付だね。座る椅子とか。はいはいはい、じゃあこれが受付。あ、そうかも。
チェストあるよ。あ、鍵めっちゃある。めっちゃあるじゃん鍵。で一個ずつ持ってく。オッケー。あとこのボタン。あ、お、待合室の照明が点灯した。あ、光がついたね。上の？いや、このランプいる？でも。あ、ランタンが今点滅したと思う。ついた今。ついたけどさ、あ、上もついたねこれ。あ、そういうこと？え？鍵を開くんじゃない普通に。開かねえけど。いいよ。え、開かない？あ、設置可能鉄ブロックって書いてあるわ。鉄ブロック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 を探すところから始まるこれもしかして。鉄ブロック。なくない？え？はい？なんかこういう隙間ちょっと怪しいよ。ああそうだね、なんか隙間からチェストが見えるとかありそうだね。この隙間、あった、ここにほら樽がある。あ、あったやん。おい、妖刀の出入り口の鍵だ。おお、俺天才だな。え俺天才だよ。俺な、え、俺が見つけたね。俺、いや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 、俺がこの隙間見つけなきゃ君は見つけられなかった。いやいや、つまり俺のおかげ。結局いや、見逃してるから。おい、とがな、それな、一度が入ったからな。数えてっかな、ちゃんと。今のとこ2ね。とが2。とが2。遊んでる場合じゃないって。入れるよ、じゃあ。入れますよ。さあさあ。オープン。おお、開いた。病棟を探索してみよう。光が。点灯してる。あ、ほんとだ。ついてる。パッ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 。おお。めっちゃ部屋ありますよ。ほんとだ。あ、で、あ、鉄ブロックあるほら。あ、ここで、あ、だからこれ、たくさん鍵があったんだ、これ。ここやない？おい。ナイス。じゃあ、あ、ここもだ。はい。オープン。こっちもあんね。これもだ。はい。オープン。あ、ここもあるよ。これか。え、待って。え？あ、何？もう一個ある？ある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 。あ、びっくりした。やめて、急に待ってとか言うの。後ろになんか いるかと思ったじゃん。鍵足りないのかなと思って。っ やめて、そういうの。鍵足りないのかなと思って。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、一回調べていくか。チェスト。お、空き瓶。あ、空き瓶を。なんか使えそうだね。あとは古びたはしご。お、はしご。花崗岩。花崗岩に設置可能。はあ、持ってて。俺が持つのね。アイテムはさ、あなたに集めよう全部。OK。 あとはこっちの部屋は、あ、花崗岩。あ、はしごを置けるんか。じゃあ、いや、上に行けそうだな。とりあえず他の部屋見よう。あとこっちも見てないね。お、弓無限。あ、これで矢が打てる。矢と弓があるから。あ、じゃあどっかにボタンがあっても押せるか。それでここがラストかな。あの、無駄遣いしないのよ。おいさ、はい、それ3とかに値します。それはもうダメです。もう良くないよ。障害、わかる？障害だよそれ。ねえ、痛みついてるから障害罪だよそれ。顔面でぶっ刺さってるよ。いや、もうじゃあそれはもうあれかな。殺害かもね。もうもうとかマックスいってたかなこれ。うん、30とかいったねもう。あ、でもこれまあ30ぐらいなんだ。まあギリね。あ、ギリ。あ、うん、あと2回ぐらいいけそうだな。やんなやんな。レッツゴー。ここの部屋がまだじゃない？これ見てないよね。ほんとだ、なんもないな。あ、でもなんかあるよ、隙間。怪しい隙間。隣の部屋じゃないのこれ。あ、開いてないわこれ。なんか隙間からボタンとかあればね。あれば打てるんだが、特にないな。なさそうか。うん。じゃあ一旦放置かな。一旦じゃあ花崗岩行くか。そうだね。はしごを設置してみよう。お願いします。うん。来た。来た来た。はい。レッツゴー。あ、え。たくそく。あがが。よく見とけ。お願いします。ここになるんですよ。ほら、こうですよ。あー、なるほどね。あ、ちょっと、あ、ちょっと、突っかかってない？大丈夫？
はい。ちょ、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 はい。ちょ、ちょ、ちょ、お前、はい。ごとが、ごとが入りました、これ。はまってきよ。お、通路が開いたぞ。通路が開いたようだ。開きました。開いたね。ここはどこの部屋？あ、閉まってる部屋だ。はい。あ、鍵。病棟2階の鍵。あ、こ必要3個。そうだね、3個だ。あと2個集めんと。え？もう2個あるん。え、閉まったっていうこれ大丈夫これ。てか俺ら。だよね。閉まってるよね、これね、これね。出して。え？え？え？これ、これゲームオーバー？終わった？これ画面オーバーじゃない？これもしかして。え？積んだ？あ、待って、先輩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 。ここ。ああ、シュルカーボックスある。いやだと思ったんですよ。知ってます知ってました。いやもう、嘘こけ、一番焦ってたよ。ここ降りて、ここ降りてくるときも俺見てたから今。いや一番焦ってましたね。本当に。よし、ってことは他にも隠しチェストがありそうじゃないか。なるほど、椅子の下。お、水。ここは水だ。空き瓶、空き瓶。水入れられるよ。水入れてどうすんだ。水入れて、あの大川に水入れんじゃない。あ、入れたらなんか一人ずつ通るんだよ。俺が一番最初だったんだろうよ。お前さっきは兄が先に行くって自分で言ってただろうがよ。じゃあ明るいから、明るいから大丈夫だ。バカか。俺が先頭だよバカ。散歩歩けば忘れんだからさ、ここだよバカ。あ、こっちでバカ。散歩歩いて忘れてんじゃねえかお前。水入れるわ早く。はい。お、あ、いた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 。来た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 。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。まずチェストから。お、そう。あ、病棟2階の鍵だ。いや、来た来た来た。いいね。じゃあともう一個だ。あともう一個だ。で、今回は何もないな。いいぞいいぞいいぞ。でも、もう行けそうなとこないんじゃないか。あ、あと弓矢ぐらいか。弓矢がまだそうだね。謎があるね。お、あった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 、これです。あった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 。どれ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 。いました。これこれ。あー、これじゃん。いいとこにあるね。ナイスショット。お、どこの通路が開いた？この下だ。でトラップドアで、じゃん。それで、あー、なるへそ。どうぞ。行ってきます。細い道怖いこれ。おい。お前一本通路でお前やめろお前死ぬだろ普通に。当たんねんだここ。チェストオープン。おい。来た。あ、来た来た来た。3個目。揃ったね、これで。揃った。よし、帰ろうじゃん。帰るのか。問題はこの鍵をどこに置くの。あ、こっちか。あ、両扉か。それだ。ここに置くのね。開けちまってくださいよ。おい。おい。おい。おー、開いた。覚えがありません。僕じゃないです。僕を殺したの多分こいつです。やったの。あ、待って、え、部屋の雰囲気変わった。あ、本当だ。え、異世界行ってないこれ。気づくの遅。ごめんなさい、ちょっと夢中でした。夢中になってました。え、裏世界だねこれ。裏世界に完全に行ってないこれ。こっち、あの入り口はどうなった？あ、待って、金床ある。ほんとだ。何使うの？ボタンあるよ。おい、むやみやたらに押すんじゃないお前。お、何もない。何もないわ。もう一回押してみて。え、お前、下手くそ？もう一回押してみて。え、下手くそじゃない？ちょっと待って待って。待って待って。いやいや、なんで2回言おうと思った、それで。いやいや、押してない。俺何もやってないよ。俺何もやってない。本当に今本当に何もやってないって。うん。じゃあもう一回行くよ。うんうん。バカだなあいつ。本当にバカだな。じゃあって帰ってきて。ちょっと大事なことが分かったから、はい、これ今。はい。押すとこれレベル上がってる。え？あ、本当だ。うん。あ、経験値もらえてるこれ。あ、うん、名札名前つけろってことだじゃあ。あ、そういうことだね。はい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 、なるほどね。ちなみにアイテム全募集されてます。私、え、ほんとだ。何も俺も何もないわ。うん、新マップか。普通に新しいマップだね。2階に病棟って言ってたの。
フワーン、汽車通ってない？何の音？何の音？え、なんか、え、光が、あ、光がちょっと暗転しないで、外えぐい、窓見て外真っ赤じゃん。完全裏世界だ。完全に裏だね。また進むか。ちょっと嫌だ。1番2番目にして。さっきお前自分が先頭行くって言っただろ。暗くなったから。そうかよ。あ、ここは壊れてる。あ、開いてんね。うわー、おい、ふざけんの。ガキと思って、あんまバカ、くそ、舐められてる完全にこれ。あ一番怖くない？あー来た、鍵だ。あ、また鍵シリーズだ。あー、この残骸に設置可能ね。はいはいはい。あ、古代の残骸ね。ちょっと設置していくわ。お、え、用紙の扉が開いたようだ。勝手に開けちゃうの？え、どうだ、そう、開けるだろ。言ってよ、開けるときは。いいよいいよ、開けますよって。コード入力、コード入力という方法で、あと謎の怪しい緑のブロック。怪しいね、あれね。なんだ緑。とりあえず OK だね。あ、開いた。お、わあ、いや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 、もう脅かし方がさ、しょうもなくない？全然怖くないよ。赤ブロック。ちょっと怖そうに言ったのそれ。何その、オチみたいな感じで。全然怖くなかったよ。若干くすんだ赤です。あ、そうだね。トライデント、槍、いや、ちょっと 俺欲しい。なんでだよ。なんで？アイテム俺が全部持つって言っただろ。いや、ちょっと武器だから、武器とアイテムは別個にした方がいいから。いやいやいや、いやアイテムとカト、アイテムというカテゴリーの中に武器があるのよ。いや、アイテムやっぱ分けた方がいいから。一人が死んだらさ、一人が死んだらって全部残っちゃうよ。あ？そのなんか圧のある、あ、やめてくんない？普通にそれが一番怖いよ。なんか死んだより何より一番怖いよそれがね。開けて開けて、いいから、もう開けるぞ。お、黄色だ。お、来ない、何も。あ、さっきなんか右、一番右上じゃなかった？ちょっと一個ずれてる。あと2部屋。うわっ、うわ、ちょっと、だから開けるときは一言。一言開けますね、一言。じゃあもう最後の部屋を開けてくれお前が。ちょっと見るよ、じゃあ。うん、はい。あ、何もない。あ、オレンジ、奇妙な石、石、エッジがのソウルソイル、ソウルソイル、ソウルソイル、なんかあった、さっきあったような気がするぞ。壁になんかあったね。あ、見て、ん、ここ穴開いてるし。あ、ほんと、的あんじゃん。的がある。またどっかで弓あんだなこれ。設置して犬くんかな。 あ、そうだわ。あ、待って、あ、これだ、槍だ。なるほど。これね、中性がついてるんですよ。大丈夫、その隙間が戻ってくるちゃんと。戻ってくるよね。まあ、でも大丈夫、外さないからそんなの。大丈夫、外すわけがない。いくよ。いいよ。でん、ほら、え、あれ、え、失敗したのかもしかして。え、なんか何もチャットログ流れなかったよねこれね。失敗した？あれ？ドゥーン、ドゥーンしか音なんなかったけど。ピュッてよ、うんうん、もう一回ね。うん。いきます。はい。ドン。おお、今失敗してるねこれね。完全に今当たってないんで今ね。これ完全に失敗してるな。ごめんごめん、うん、ちょっと本気でいくわ。うん。Go。おお。つまり失敗してたってことだね。うん、そうらしいね。どうやらね。鬼クソエイム能力が下手くそだったってことだね。あ、ってことはさっきの開かなかったチェストが開くんだよこれ。これだ。色彩の鍵。色彩の鍵。レッドストーンランプだって。一番のところ。まあいいや、とりあえずもう一部屋。これラストかな。うん、開けます、開けます、開けますって言って。
今俺がせっかくさ開けますって言った瞬間に開けたじゃん。忘れてた忘れてたな。それ一度がねもうねダメだからね。あそっか今までの塔がもうなくなったんだ。よかった。やっぱ新しくなったから、ね、アイテム全部なくなったから。そう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 。やっぱ現世と裏は別個。あ別個。うん、表に帰ってきたらまたさっきのトガが復活するってこと？そうよ33トガぐらい増えてかね、じゃあ俺もうここに住もうかな。いやいやいや脱出してちゃんと。これはこれアスレじゃない？なんかどう見てもアスレっぽいよな。あーなんかあんのか貫通版があんのか。いけそうじゃないこれ。いけねえわ。でこういってこういってうまいうまいうまい。いけちゃうよ。あうまい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 。え？お！お！あそっちね。はいはいはい。行きます行きます。見ないで。見ないで。ズンって。え？見ないで。もうズンと音聞こえてんだよな。作るの。準備運動だから。大丈夫か。どうしたどうした。ちょっと待って。ちょっと体調悪い？ちょっとお腹痛いかも。ちょっと待って。ちょっと。さっき食ったちょっと生姜焼きがやっぱり重いわ。若干。生姜焼きだったんだ。ちょっとまあ確かに。その差だね。脂身が多かったのかな。うん。半で半で。よし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 。遅すぎだね。え？これ。置き手紙。置き手紙。手紙だ。読むよ。読んでみて。GTSRDAAH なんだ認証コードは5桁で構成されている。あーコードか。あでもあれじゃないその並びはさこのあれだよね色のことだよね。あーそうだね4桁で2行あるから。はいはいはい。ここがとりあえずそこはA だね。A、オレンジ。ここは C。C。何色？黄色？黄色。黄色は S。S。ピンクが H。H。緑は R。R。今んとこ C、A、S、H、R だね。おう。あ、レッドソーランプ。あ、これか。あ、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 分かった。ああ、この色の順番ってことか。うん、順番だ。オレンジ、緑、青、黄色、ピンク。早くない。オレンジ、緑、黄色、青、ピンク。多分。オレンジ、緑、青、黄色、ピンク。青、黄色、ピンクだね。オレンジ、緑、青、黄色、ピンク。オレンジ、緑、青、黄色、ピンク。オレンジ、緑、青。オレンジ、緑、青。オレンジはオレンジはあじゃあ俺ちょっと入力するからちょっと言ってってくれ。はいオッケー。じゃあ行きますよ。はいオレンジ C A で、次が緑だよね。うん緑は、緑は R R オレンジ緑おい忘れてんな。青、黄色、ピンクね。青は A。A。グラフとか F じゃねえか。おい、忘れてんな。最後どっちかわからなくなっちゃった。黄色ね。黄色。黄色ね。あんたもう鳥じゃねえかよ。鶏じゃねえか。散歩、散歩歩いたら忘れてるって、もう。はい。黄色は S。で、ラスト。はい。ピンク、H。はいクラッシュクラッシュ。やあみんな元気かお前。違う違うそれは違う方だね。カメさんの方じゃないそれは。カメさんの方じゃない。カメさんの方だね。ゴーゴーゴー。おできた？うん。おえそれをクラッシュさんはどうすればいいんだ？あなんかここだここ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 れこれこれクラッシュ開く？おお開いたんじゃない？どうされた？なんだ？最善を尽くせ。だってさ、俺があの子の母親なら今すぐ殺してやりたいのに。
これは誰が喋ってんの？俺？お前？誰？わあ。誰だと思う？誰が知ってんの？俺だよ。絶対違うじゃん。一番ないよ。選択肢にも上がってないからそれ。俺だよ。ない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 。なんでその自信満々なんだお前は。俺の声が聞こえてるんだよ。どっからその自信？なんでその自信が出てくるんだお前から。おかしいだろ。でも暗いよ。ライトが全部消えたよこれ。ちょっと先頭行って。あ、ドアなくなってる。これ1階に下がんじゃない？こっち行けってことだ。多分。クリアか？お。あ！いや。なんだよ。なんだよ。動いてこいよ。よかった一番最前列じゃなくて。お前の次お前前ななんだ、ね、早く行けよ絶対来るじゃん早く行けよお邪魔しまーすあ一回あれ一回だねあ変わってるここがあドアが塞がってるまた鍵を集めるパターンじゃない本当だ一応ねまだトライデント持ってるんだよねまだ持ってんだそれまだ持ってんだよこれどっかで使うんじゃないかなでも階段壊れてるからもう戻れないよねってなるとどこかに何かがあるえ認証コーダーもないのうん何も持ってないなるほどここにさ認証コードの入り口があるんだよねあるよねだからまた探すんだけどんなんだえこれもしかしてこの部屋の中で争いをしろってこと？誰か一人を生贄に捧げればドアが開くんじゃない？潔くケツを差し出してくれた。いただきます。じゃあ。ああ。うん関係ないっぽいね。絶対違うって。いや試しにね。潰していかないと選択肢は。うーわおでも誰そのトガをやっぱトガをすることによって開かれる何かがあるんじゃないかそうそうそう尖ってるからここにいるわけでしょ俺らまあこのトライデントもね尖ってるしね尖ってるしね、うん、あながち間違いじゃなかったかもしれない積んだか積んだかこれ積んだかちょっと俺疲れてきたからこの病床のベッドに寝ていい？なんでダメ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 じゃあ開けてじゃあ寝るなら開けて一眠りしていい？開けれるもんならねそう難易度はねイージーなはずなんだよねイージーすらイージーすらクリアできない俺らそうね一応イージーって書いてあったんだかなちょいっぱいやっぱ殺してみるかいっぱいちょ一回ちょっとやっぱ一とがってみるか一とがる一とがります俺が死ぬのあまあ俺が持ってる子はねしょうがないよそりゃ何か言い残すことはなんだっていややるか死ねバカ生きなかったか叫んだおどうだどこ行ったお2階あ2階にいるわ あなた2階にいるなんかないアイテムあ2階に戻ってきたもしや正解殺し合うもしや正解攻略方法殺し合うかもしれないこれでも一人プレイだとどうやってクリアすのこれまあ自分の首をかっ切るしかないよねあトライデントでそうどういうこと？お、鍵あった。上にあった。やっぱ正解は殺し合うんだよね。困ったら殺せばいいんだよ。シンプルに取り忘れてただけだと思います。よかった。よかった。やっぱ殺し合うだったか。そうだよな。シンプルに取り忘れてただけだと思います。これ。やっぱ。人っていつも争うからさ多分これは人の争いも罪だよっていうことをでも制作者は言いたいんだよ、うん、あ
え、あらさみも、え、どういうこと？え、今結構俺なんかいい感じに締めたよ。ダメだった。人の争いもとかだよ。だ、人が争うということ、ことも罪。おいお、話してる途中だもんね。レッツゴー。入れるよ。にゃっと進むじゃん。あー、進んだ。進んだよ。お、待合室散策してみよう。待合室。あー、はいはい、待合室だね。またさっきのこれじゃない？ あ、鍵いっぱいある、ほらまた。来たー。今度玄武岩だ。え、ライトオン。お、ライトオン。お、本棚が動いた。え？もう一回押してみて。本棚の仕掛けが動いたようだ。赤、青、黒。青、黒。赤足す青は、うん、そうだね。赤足す青は黒。黒。おう。ですって。赤足す青は紫だぞ。いや、そういうちょっと細かい芸術的な話は置いていてね。いやいやいや、違うんですよ。違う違う違う。常識でしょ。赤足す青は紫って。お、え、常識的だね。自業自得だろ。お前だけ助かるつもりか。やっぱやってるでしょ。あなた何人か。え、やってるかな。やっぱやったよね。無意識に。無意識のうちに、ね、寝てるうちにやってない？スリーパー。キラー、スリーパーキラーかもしれんよ。スリーパーキラー。ちょっと一緒にいるの怖いな。え、火薬めっちゃある。奇妙な粉5個。奇妙な粉、うん、大丈夫な粉。 あ、明かりが消えたよ。やばい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 、あばいやばいやばいやばい、これやばいよこれ。ばばばばばば、まずいやこれ。じゃあここも、はい、どうぞ入ってよ。ねえ、俺が入んの？はい。お、なんもない。あ、的やん。的だけど、お、なんだ、色の三原色 Y。お、イエローってことじゃない？イエローだね。なんか3個ずつあるね。え、的に当てんじゃないこれ。これ、もうね、なんもないの今。え、トライデントないの？うん、なんもなくなった。え、あ、そうなの？お、なんもない。あ、ここ色違うよ。あ、そう、これね。なんだろうね。あ、また空き瓶。お、瓶だ。なんだ、また水があんのか。あとはこっちかな。はい。なんだ、あ、具合悪い。なになになに、すごい具合悪い。うわ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 、生姜焼きかな、やっぱりさっき食った。当たったかな俺。お、 C、 お、 C、 C、シアン、シアンです。シ、シアンのシーか。さすがだね。よく分かってんね。プリンターとか使うとよくあるよね。じゃあ最後マゼンタか。マゼンタかもしれない。あ、あ、マゼンタ？上から、上から普通にマゼンタ。全然違う。マゼンタじゃない。燃料だ。これはでもあれじゃない？このこれに醸造台に使えとこじゃない？なるほど。何を入れるんだ。空き瓶でポーションを作れってことか。あ、ここに水がありますよ先輩。第二燃料を、水の瓶に粉を。あ、こ、あ、これやるってことこれ。水がある。うんうん。え、水入れて粉を、だからこれってこと。上に。あ、入った。来た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 。え、何ができんだこれ。でん。あ、普通のスプラッシュ瓶。スプラッシュ瓶。ここや、作れるの俺初めて知ったわ。あったんだね、こういうの。じゃあ1個、まだ作れるから、何個か作ろう。じゃあ3つ、うん、持っとくわ。とりあえずだよ、とりあえずさ、青足す赤がうんぬんかんぬんってあったじゃん。うん。これか。赤足す青は黒だよね。はいはい、はい。はいはい。なんか一瞬、そのなんか、シアンとかうんぬんかんぬんで色作んのかなと思ったけど全然違うもんね。このブロックの使い道がよく分かってない。このさ、的ってさ、スプラッシュしたら反応すんのかな。やってみる。やってみていい？うん。スプラッシュ。おお、本当に反応した。反応するの？反応すんの？これは、え、そういう仕組み？それとも、初めて知ったんだけど。マイクラの？
え、わかんない。そうなんだ。通れるよ。すげえ。てか俺天才か？ちょっと何言ってるかわかんないけど。なんでなんでなんで？だから俺一番最初がだって言ったのに。早く行けよ。ね、今さこのゼロ距離で顔だよこれ。ここで顔がバーンだよ。ブラシ投げると。舐めてんだろマジで。くそ本当に。味方がいねえここには。お出た。水に濡れた鍵。ダークオークの原木。ダークオーク。あ、なんかあったね原木が一個違うの。ああ、あそこか。あそこに行こう。で、これだと。それだね。こっち。はい、お、どこだ？通路が開いた。あ、この下だ。え、酸素持つこれ。え、なんかちょっと光ったり。光ってんね。点滅してんだけど。いや、どうぞどうぞ先どうぞやっぱ、どうぞどうぞ。いやいや、年上年功序列だからね。じゃあ見ないでおきますから、どうぞどうぞ。なんでなんでなんで見ないの。怖いものに蓋をする感じ。蓋をする感じ。それ好きなタイミングでどうぞどうぞ。いやいやいや、好んでないのよ全然。恥ずかしいと思います。じゃあ入浴シーンじゃないしな。行くよ。じゃあ入っちゃうよ。はい。あ、普通の水だ。酸素持つこれ。早く行った方がいいんじゃない？進めない。泳ぐんだ、泳ぐんだよ。あー、なるほど。酸素が、酸素が、酸素が足りない。やばい。上がった瞬間にキャーって言われた。酸素酸素酸素。恐怖より酸素。危ない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 。死の恐怖と脅かしが両方来たって。もう過呼吸になるからちょうどいいんじゃないか。酸素不足と過呼吸で。うるせえな、うるせえな。あ、置き手紙と、あ、コード入力。お、シアンプラスマゼンタイコールブルー、マゼンタプラスイエローイコールレッド、イエロープラスシアンイコールグリーン、認証コード、はいはいはい、レイ。認証コードグレー。じゃあもうグレー打ち込めばいいんじゃないの。多分グレーなんだろうなバンドの。でも俺知らないんだよね。ごめん俺知らないんだ。グレー知らないんだわ。俺も歌詞ちょっと今出なかったんだよな。多分グレーなんだろうなって感じはするけど知らないんだわ。ごめんな本当にマジでごめん。俺も歌詞がちょっとパッと出てこなくて、あのイントロしか出なくて多分知らないんだわ。うん、すいませんね。ありがとうね。でもね、じゃあちょっと認証コードグレーでさ入れてみようよ。はい、グレーじゃないよ。え、もう認証コードグレーなの？認証コードグレーって書いてなかった？うん、GRAY って書いてあるよ。グレイ。GRAY。はい。グレーなんかな。だってグレーっても書いてあるんだもんね。オープン。違います。あれ？でもさっきのあの旗でさ、赤、青プラス赤イコールグレーだったから。なるほど。綴りは合ってる。GRAY って書いてあった。GR？ ごめん。GL にしちゃってるわ。GL にした？ GR って書いてあるね。それ完全にバンダの方だね、それね。釣られてるね。違うね。あ、違うよ。違う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 。認証コード GR だから。そうだ、それ完全に釣られてんな。お前のせいじゃねえかよ。なんだよもう。完全にバンダの方のグレーだったわ。ごめんごめんごめん。よかった、気づいて。また詰めとこだったよ、これ。危ねえ。はい。開くんじゃない？ダメだよ。開かない。え、開かない？うん。ちょっと見せて。本当に書いてる？書いてるよ。本当に GRAY。そっか、認証コードは2桁だから、2桁じゃないもんな。なんだこの GRAY って。あー、待って、分かったかもしんない。ん？俺今さ、シアンブロック15個持ってるから、これ15ってことなんじゃん。あ、手持ちにあんのか。そっかそっか。シアンが15だ。15足す。マゼンタイコールブルー。
マゼンタが何なのか分かんないね。でマゼンタがあって、でイエローが9、イエロー9ブロックこれ持ってるから、うんうん、マゼンタプラス9イコールレッドで、この数2つのブルーとレッドの数字合わせたらグレーになるってことでしょ。あ、そういうこと。マゼンタブロックがどっかにあるんだな。じゃあ、いや絶対あるよ。あ、待合室の樽、確かに。 あるよ樽。あった、マゼンタ。あるやー、ありました3つありましたよ、マゼンタ。あるやー、そうだ、裏世界だからか。なるほどね。あるやん、ほんとバカなんだからさここ探してなかったね、しょうがないね。誰が天才だよ本当にねそんなに言うかなあなたも分かってなかったでしょだからじゃあつまり、はい、つまりちょっと数字打ってくるわ。15たすシアン15たすマゼンタさんだから18でしょ。うん、シアン15マゼンタ3イコール青は18で、マゼンタ3プラスイエロー9だからレッドは12、つまりブルータスレッドで30、グレーは30です。よし、30、これで開かなかったらもう積みです、うん、これ絶対いける。オープン、開いた。おい、お反応がありました。あともう少しです。急になんか口調が柔らかくなったね。ね、あれ、あ、帰ってきた。あれ、帰ってきた。脱出した。反応がありましたって何、誰の、あ、え、違う、結婚が、あ、これ、え、あ、交通事故ってこと。あ、だから罪とか。待って、俺らもしかして引いちゃった側。いや、俺が君を引いたんだと思う。俺が被害者なのこれじゃあなんで一緒にこれ脱出してんの、おかしくない。いや、やっぱ兄弟、やっぱ兄弟だから。いや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 、え、まあ被害者ではあるが、まあ一緒に加害者と一緒にちょっと旅をしていこいっていう話なのかもしれない。誰が作ったのあれは。俺じゃないのだとしたら意味が分かんなくない何のための、なんで俺一緒に探検してる。え、物好きが過ぎないか。え、どういうこと。いや全然暇だからさ、ね、暇だからね、あ、そういうこと、うん、死んでも暇なんか俺は。行ってみよう、ちょ、行ってみよう、そっち。お、あ、どうして僕を殺したのは。したの、おい、お前殺したやろ俺のこと。あ、あ、あ、ちょっと入ってよ。いや、でも一応被害者は君だから。いやいや、ならなおさらじゃない、加害者が入るべきじゃない。じゃあなおさらだと思うよ俺は。いや、被害者にトガをなすりつけるというトガじゃあ一番トガじゃん、最トガ、最重要トガ人物。俺のトガを君になすりつけるというトガじゃあ俺があれなんの、トガ人これもしかして。トガ人入るよ。なんで意味が分かんない。入ります。はい、あ、なんもない。テストか。お、悪夢の終焉。終焉と新聞記事、新聞記事、今日未明道路交通法違反酒気帯び運転の疑いがある10代女性の車両が道路を横断中の児童を巻き込み街路樹に衝突する事故がありました。なら運転した女性は意識不明の重体で緊急搬送され、事故に巻き込まれた児童は死亡が確認されました。なお事故現場近くは現在も通行止めの状態が続いています。え、酒飲んだもしかして。つまり、まあでも10代女性だし、引かれたのは児童ってことだから、まあ俺らどちらにも属さないね。でもなんかあれじゃない、あなたもちょっと 女の子っぽいしさ。ああ、ちょっとね、児童っぽくない、なんか。ああ、初耳だね。あ、そうかい。こんな感じ間違えてもないのかもしれないな。プリティ、うん、プリティだね。俺は結構ヤングじゃない。
ノーコメントマジ空いてる空いてる空いてるよここ空いてる空いてる。じゃあ入れますよ。終わるのかこれで。うん、ついに解放か。入れます。頼む。でん、おお、終わったか。どうしてどうして僕を殺したの。被害者だな。あの日事故を起こしてしまった。全ては私の責任だ。そうだぞ、お前が悪いんだぞ。お母さんにありがとうって伝えてくれる。なんで。え、いるんだよ。本当に本当にごめんなさい。一人で全部やってる。拭いきれないトガを背負った私はすぐらい病室のベッドで目を覚ました。3役目だ。あ、終わった。 End. Thank you for praying. 終了。あ、終わった。お、あ、これ制作者さんね。はいはいはい、終わりましたね。終わりま、つまり切ないね。つまりあの子供が許してくれたっていうオチだね。ん、脱出したら許してくれたんだ。うん、あ、じゃあ結構軽いんだね。結構軽めな罪だったのかな。でも言えば人殺してるしな。人殺ってるしね。10代の、しかも10代の酒気帯び運転だから、もうかなり何個違反してんだっていうレベルだけどね。そうだね。え、つまり俺があなたを許したってことでいいのかい。あ、まあ君が児童だったらそういうことになるね。ありがとう。許したくない。ありがとう。全然許したくない。いやだやだ。お前今までなんとかやってんだよ。お前130ぐらいあんじゃねえの。ありがとう。全部これで帳消し。お前だけは許されねえからな。お前トガ、トガ人。これで全部帳消し。死んで償えよお前バカ。クソ、クソゲームクリアおめでとうございます。はい、トガ悪夢からの脱出お楽しみいただけたでしょうか。ダウンロードありがとうございました。制作発表。飲酒運転ダメ絶対。なあ、そうだね、ダメ絶対だね。なんで俺の方見んだよ。してねえって。してねえって。俺の方見んなよ。運転すらしねえわ。いや俺酒すら飲まないわ。じゃあどっちも当てはまんねえよこれは。